ちょっと待った待っためちゃデートの待ち合わせみたいな場所いますけど、でも今日はスタジオすぐそこ撮ってるから、あ、今日ペンタですね、ペンタ、新宿ペンタ、はいはいはい、今日はね、ちょっと普通にもバンド練習してる感じを撮ろうと思って、そうですね、今日ノープランでやってまいりましたけど、まあ、まったりとする感じでまったり行きましょう、はい、今日は、はいはい、でも早速向かいますか、向かいましょう、行きましょう、青さん、はいはい、あの YouTube ショートのちょっとコメント拾ったんですけど、あ、バンドマンのなんかあのキャラ診断、なんか診断みたいな、あ、2日前ぐらいに上げたやつ、そうそうそうあれって、はいはいはい、あのまあまあまあ、ああいうイメージあると思うんですけど、ああ実際のところ実際あれ結構ギタリストとしてどうなんですか、まあ、ちょっとネタ寄りやん、あれちょっと偏見入れて、まあね、面白くやったけど、はい、俺結構当たってると思うんや、あれ僕も思いましたよ確かドラムが筋肉あって、はいはい、責任感のある人みたいな、まあ、それドラマ的にはどうなんそこは、まあ、なきにしもあらずというのもねやっぱ一番重要な楽器やん、ドラムって、そうですね、普通の人ってボーカルとかギターやけど、はいはい、バンドマンからしたらドラムが一番最重要や、そうですね、俺についてこいよ的な、まあでも確かにあのきちっとしてる人が多いかもしれないですね、ああ、うん、やっぱりベースは何やったっけな、頭が良くて、はいはい、縁の下の力持ち、縁の下の力持ち、要は支えるっていう、表だって目立たんけど、はいはい、しっかり支えてますよっていう、まあベースっぽいですよね、ギターはおバカで、おバカで出したがり屋、そうなんですよ、その辺、その辺を聞きたいんですよ、いや俺もまあ今は今でこそあれやけど、はい、いや当時はおバカやったな、おバカ全員俺のこと見てると思ってたもん、あ全員全員、あのボーカルじゃなくて俺を見ろと、でステージからお客さんの方見るやん、はいはい、誰も見てないね、誰が目が合わない、目が合わない、そう、あれだったらピック拾ってくれないですもんね、みんな、あ、拾ってくれないやったことないけど、やったことないんだでもボーカルは、はいはい、間違いなく歌が上手ければ何でも許されるっていう、まあそれはありますよね、やっぱバンドってなんだかんだボーカルがこうメインですから、そうそうそう、多少変なやつでもさ、はいはい、歌抜群やったら許せるやん、まあそうですね、それはありますよね、やっぱまあでも、まあ、全楽器そうやな、うまけりゃ許されるっていう、なるほど、練習頑張らないと、じゃあそういう世界です、そういう厳しい世界ですね、なんで撮ってるんですか、いや、たまにはヒロキもドラムの紹介ってあんまりないやん、俺のチャンネルでドラムの紹介、うん、ないですね、だからミュージシャン見てくれてるかなと思って、はいはいはい、あ、そうや、あれや、ピンマイク買ってん俺、ピンマイク、ね、ちょっとピンマイクつけてみる、ピンマイクつけてみる、あ、ピンマイクの音声チェックします、今通常の音声やん、これ今通常の音声ですね、通常の音声やん、これをつけるとてってれーてってれー、めっちゃ安いやつやけど、多分あるとないと全然違うと思うよな、あ、すごい、なんかロケ感出ますよ、そうそうそう、地元にあるだけでさ、へえ。え、これワイヤレスなんですか、ワイヤレス、え、すごい、これをスマホに挿すと、はいはい、これ発信機みたいな、あ、そういうことですか、え、すごい、今つけたら変わるのかな、これ挿しますね、マコさん、これピンマイク、うん、ね、どうなんですかね、これ実際あのその楽器とか鳴らした時って、ああ、いや声でもちょっと割れてもんな、大きい声出したら多分なんか割れてましたよね、ちょっと一回ちょっと叩いてみて、あ、ドラム、ドラム割れる気するけどな、割れるんじゃないですかこれ、さすがに、どうなんすか、これでチェックして割れてたらちょっとスマホに戻すか、そうですね、うん、多分これ割れて、あ、そうか、あ、そうか、聞かないと分かんないけど、うん、割れてそうやな、ちょっとひでえひどかったんでひどかったですね、ちょっとやめます、 iPhone に戻します、あ、マイク、はい、あ、短かったですね、やっぱちゃんといいやつ買わな、こういうことなんねんな、10分ぐらいしか使ってないんですよ逆に商品映さん方がいいかなあ、そう、ちょっと待って、これモザイクで、まあね、やっぱこういうの機材っていいの買わんとこういうことなるよね、ちょっと安いの買って、いや勉強になりましたね、はい、はい、じゃあちょっと練習します、そうですね、じゃあ練習をしていきましょうと、うん、あ、それも小野さんのコメントをもう一個いいですか、はい、拾ったやつ、いいよ、この人すぐ上達するなと思う瞬間っていうのあ、いや結構前のやつね、結構前なんですかね、はいはいはい、これでなんかどんなやったっけな、オルタネイトピッキングってなんか そもそも何なんですかっていう、内容的に初心者の人が
オルタネイトを理解すると早く上達するよっていう内容やった気がするんだよ動画。なるほどですね。僕もちょっとごめんなさい、オルタネイトって何ですか。オルタネイト、まあこの交互に弾くっていう意味やねんけど。交互に弾く、じゃあっていうリズムあります。はいはい。それ普通でも初心者の方は、ああなるほどなるほど、やっちゃうやん、はいはい、こうやったリズムが結構ブレちゃうねん。あ、大変ですもんね。そうそう、ピッキング右手がその下にダッ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 ってこうなんか辛そうですよね。でこう一定の振り交互にこう、はい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 、はい、ずっと振りはこうで、おおすごいみたいな、どこからピッキングするかみたいな、はい、はいはい、でやるといいよっていう、それがオルタネートピッキングのいいところって感じです。あ、じゃあ練習していきましょう。はい、じゃあちょっと一回やります、やりましょうか。あ、ちょっとその前にあの、はいはい、僕あの前回ギター教室、誠のギター教室で教えていただいてから結構、まあ、2日に1回ぐらいギターをやるようになったんですけど、おお、そう、弾けるようになってきた。いや弾けますよF がね、 F が多分ですからで、なんか最近その機材、足で踏むやつあるじゃないですか、ギタリストの人たち、エフェクター、エフェクターって言うんですか、僕も欲しいなと思ってて今いろいろ見てるんですけど、そのこれ真帆さんがいつも使ってるやつ、これ気になってて、これはいいけど、まあ、アンプシミュレーターってやつやねんけど早すぎます僕には。いや使いこなせるかどうかっていうのがあって。あ、そうなんですね。なんか結構難しいね。そもそもエフェクターではないんですか、これ。あ、なんかこの要はエフェクターもやけど、はいはい、アンプとかエフェクターのデータ、デジタルデータがいっぱい入ってんね。すごい、ちゃんと画面もついてんね。そう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 、ASK、超便利よ。めちゃめちゃチートじゃないですか、これ、まあ、ただデメリットはそんな音数使わないっていう、実際俺はな。うーん、なるほどなるほど。次俺ライブやる時も多分、はいはい、リードギター1音のみやからいりますそれ持ち腐されてるからね。確かに持ち、だから普段 YouTube で結構いろんな音色使うから、そういう人にはいいと思うね。じゃ結構じゃあ、まあ使えてるってことですもんね。だそうそう、俺はすごい買ってよかったなと思ってる。もうチートの塊っす、ね、だからヒロキが買うと多分持て余すと思う、はい、いろんな機能がありすぎてなるほど。僕そもそも予算5000円なんでちょっとオーバーで、コンプロジェクター1台とか、そうですね、もうオーバーしてますね。あ、これさ、一応マーシャルとかも入ってるからさ、キャビネットとアンプ、マーシャルってこの置いてあるやつですね。 そうそうそう、あれの音とデジタルの音、はいはいはい、やってみる。あ、結構面白い。なんですか、このマーシャルのアンプの音が入ってるんですか。入ってる入ってる。ちょっと聞き比べましょうよそれな。あ、JVM じゃないけどちょっと古いやつになるけど、 JVM、 あ、このアンプの種類ですか、うん、ちょっと見てみよう。あったと、なんか上が JVM って書いてあって下が1960っていうやつですね。あ、1960はで、多分下が、上がな、JCM の800とか900だと思うな。ちょっと古い型。ああ、まあ兄弟みたいな感じか。あ、そう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 。音は一緒だと思う。マーシャル。あ、これ、ね、ありましたね。はいはい。これが多分、ね、キャビネットも、あ、1960A。多分同じやつ。一緒だと思う。1960。はいはいはい。で、イクライザーを全部フラットにしましょうか。フラットってのはセンターってことですか。あ、そうそう、全部センター。センターで。うん。つまみセンターで。つまみセンターで。これがデジタルだ。なんか軽いな。こんなもんか。はい、まあまあまあちょっと多分あのミキサーとかも噛んでるから、はいはいはい、ちょっとピないけど。なるほどなるほど。でちょっとあれで やってみる。じゃあこれ今のがこのプリセットのマーシャル、アンプシミュレーターのマーシャル、アンプシミュレーターのマーシャルの音でしたと。じゃあ次に、はい、多分同じ感じ、オーバードライブの、はいはい、グリーンでいいんかな。でここセンターにして、あ、センターに、はいはい、歪みボリューム、あ、結構似てる。似てますねすごいすごい、あ、似てんな。似てますね。でも音量感で結構変わるから、あ、ぽいぽいぽいですね。まあ、ちょっとそのスマホでどんな風に聞こえてるか分からんけど、
まあ、結構似てるんちゃうかな。似てますよね、今このスタジオの中で聞いてる感じは。はい、はい、じゃあっていう検証でした、まあ、優秀ですね、このアンプシミュレーターさんは。優秀やし、まあ、こいつも優秀やしね、さすが。ちょっとそろそろやりますか。ああ、そうですね、そろそろ練習やりましょう。ちなみに今日はどんな感じの練習するんですか。今日はあのブリーズニューライフ、ハートビーと、はいはい、Day is gone っていう3曲ができたら Day is gone やっていきましょうかね。いやでも真帆さん、僕、はい、あのなんですか、もう一個あるじゃないですか、これ。あ、ジャズ、ジェシー、ジャズコーラス、ジャズコーラス、これもやってくださいよ。これやる？これ確かに今自由、気になりません？使う人多いからさ、気になりません、これ。あ、やる？なんかせっかくなんで、まだ時間もありますし。確かに、まあ、確かに使ってる人多いから気になる人、気になりますよね、これ。多いと思うからやるか、こっちも。これは昔からスタジオにありますもんね。あ、やってくれるんですか？いいよ。いいよ。はい、ちょっとやります。やります。JC よな。JC。それもあった気すんねん。ジャズコーラス。今度フラットにするか。じゃあこれも。フラット。グリーン気味の、あ、もともとフラットよ。よし。これで、はい、JC のフラットなはず。これコンセントだけ挿しましたけど、どこで電源入れるんですか？あ、ここですね。こんな感じです。こんな感じです。で、はい、はい、で、今のデジタルです。今のがデジタルの音ですと。抜いて、抜いてメル1というところに刺しますと、パリッとしてるね。すごい、ぽくないですか。生の方が、あ、ぽい、あ、適当です、すいません。パリッとしてますね。どうでしたっけ。俺はちょっと生の方がなんかすごい音圧パリッとしてる感じ。パリッと、なんかこもってる感じするな。そうですね、まあ、設定かもしれないけど、聞いてる感じ僕はこっちの方はシミュレーターの方が良かったです。あ、マジで。はい、俺もこっち流行った。そうですね、あんまり俺パリッとしたの好きじゃないというか、まあ、好みとかもあるんですかね、うん、ってな感じで。じゃあさすがに練習するか。さすがに練習します。うん、もう一個アンプあるじゃないですか、それ。ほら、影に。あ、これやりましょうよ、さっき。いや、もうええやろ。もういいやろ。そ, れもうそんな需要なんか言われへんけど、別に。これ、なんですか、これ。練習すると開きます。